伊豆半島北部の地形図、右の南北に走る谷が、丹那断層及び北伊豆断層帯の断層群である。丹那盆地、画像の右奥から左下へ断層が走る。丹那断層は、日本の東海地方、静岡県の伊豆半島北東部にある断層。箱根山南麓から神奈美町の丹那盆地を通り、南の伊豆市内旧朱前寺町域へ伸びる 30km ほどの、 北伊豆断層帯を代表するものである。1980年代前半の発掘調査により、過去6000年から7000年の間に、小さな活動も含めて9回の断層活動のあったことが確認されており、およそ700年から1000年の周期で巨大地震を起こすと考えられている。1930年11月26日、単な断層は北伊豆地震を引き起こした。 この時、断層は横ずれを起こしている。北伊図地震発生の際の横ずれ断層の様子が、明瞭に現れた二つの区域と、天然の地震計と化した一つの物品は、地質学的等における保存価値の高さが認められ、単な断層公園として整備された。畑あざ城をつこしの断層遺跡からい神社の、 断層遺跡炭な盆地の北に位置する田代盆地の中に所在する唐井神社から井神社では石造りの鳥居とその先の石段がちょうど断層の境目に位置していたため断層が横ずれしたことで鳥居と石段の乗った地面が測ったように横に1.4メートルほどスライドし鳥居の向かって左側のおよそ3分の位置だけが石段につながっているという状態になってしまった 遠く域は、1981年7月25日、神奈美町の天然記念物に指定された。地震道の昨今地震道の昨今、丹波断層公園の一物件として保存展示されている。北伊豆地震の激しい揺れは、急降管尋常小学校校庭に展示されていた、魚雷とその大石を揺さぶった。その結果、魚雷の側面には、 台座の荒い作りになっている角に引っかかれてできた全長7 2 5ト、mm、ルの傷がくっきりと残された。くしくも天然の地震系のように貴重な記録を止める形となったこの魚雷は人工物でありながら天然の現象を記録したという自由で1934年1月22日付で国の天然記念物に指定された。その名義は 地震道の昨今である。その後、同校は、エマジン城小学校跡地となり、現在は、丹那断層公園の一区域として整備されている。箱根町断層直接つながってはいないものの、北の延長線上には、足の湖東岸を通って、箱根山の外林山の北東側に至る、箱根町断層がある。この断層は、北伊豆地震の発生に伴って顕在化した。 地震断層の一つであり、歴史的に見れば、江戸時代の箱根関もそれとは知らぬままに、箱根町断層の断層崖を利用した施設であった。ありがとうございます。